こんにちは、大塚拓磨です。さあ、横浜 F マリノスに初めて横浜で勝ちました。おめでとうございます。このタイミングでチャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。いやー、おめでとうございます。ねえ、1対0で、勝ちました。今野和也選手のね、ゴールで、そのまま0点に抑えて勝ち切りました。ニジスポウェブオットの記事を見てみましょう。福岡は前半、岩崎がドリブルでニアゾーンに侵入、クロスを上げると中央でウェリントンがヘッド、相手GKに阻まれた。横浜マリノスの攻勢に遭いながらも、今野からユザーにつなげて、ユザーのクロスからウェリントンが強烈なヘディングシュートを放つが、これも相手ゴールキーパー、ホープ・ウィリアムに止められた。後半も横浜マリノスペースで進んだが、ボランチのシギミが左サイドに抜け出し、中央にクロス、走り込んだ今野の左足のシュートが左下のネットを揺らした。その後も横浜マリノスの猛攻に耐えて勝ち点3を手にした。福岡は1996年の J リーグ参戦以来、横浜マリノスの公式戦でアウェーで一度も勝てていなかった。ルヴァンカップを含む J リーグ公式戦で1分け14敗1分けは2006年で、勝ち点ダッシュも18年ぶりとなったという、はい、そうだったんですね。すごいですね、1分け14敗っていうね、はい、もう戦っちゃダメだろみたいな戦績ですけれども、そんな状況だったんですね。このね、西スポウェブオットには、これまでの横浜、ね、での、横浜 F マリノスとの、戦いの記録が載ってました。ね、真っ黒なんですけれども。はい。この96年からね、PK に持ち込んだけどしっかり負けて、4130-20-21、ね、201010。ゼロが多いですね、ゼロがね。で、0-0-3-2。わ、2点取ったのに負けた時もあったんですね。これ悔しいですね。2-1-3-0-2-0-1-0-2-0。で、初めて 1-0 で勝ったということなんですね。いや、これはね、貴重な戦い。いや、貴重な勝利ですよ。はい。いや、こういったね、データ見ると、今日のね、重みがより一層分かってきます。はい、ということで、まあ、今日の初勝利、ね、今シーズン初勝利のね、喜びを一緒に分かち合おうじゃないですか。ね、まあ、金曜日ということで、土日ね、浮かれて過ごせますね。はい。さあ、本日のアビサポの感想コレクションです。26名のサポーターの皆様、ご協力ありがとうございました。まずはこの質問。今日の試合は何点ですかという、はい、いつもの質問です。まあ、今日は高いですよね。平均 9.58 点ということで、26人中19人が10点をつけました。はい。まあ、そうなりますよ。大川さん、10点。日産で初めて勝った。今年初めて勝った。ようやく2024開幕しました。いやー、おめでとうございます。明けましておめでとうございます。開幕しました。キヨさん、10点最高っていう。いや、最高でしたね。40代男性、サポーター歴21年から25年、ダゾーンで観戦された方、10点。試合前から雨が降り、単一戦相手は前節劇的な勝利をした優勝候補の横浜 F マリノス。しかもアウェーとなかなかの厳しい条件が揃った中での勝利は大きい。しかも20数年ぶりのアウェーマリノス戦の勝利と、これで試合内容10点つけずに、いつつけるのって感じです。キング谷氏さん、10点。勝ったから、またまた歴史を塗り替えてくれたから、アビスパらしさを今できる精一杯表現してくれたと思います。開幕戦のメンバーもこう、ね、期待していたメンバーとはちょっと違って、まあ、今回のメンバーも、ね、この試合のメンバーも、まあ、そのね、期待していた、こうね、ベストなメンバーじゃないと思うんですけれども、まあ、その状態で、この横浜 F マリノスとのね、大金星を手にしたというのは大きいですよね。いや、サポーターにとっても自信になります。50代女性、サポーター歴21年から25年の方、ダゾンで観戦。8点。攻められる場面が多いことは分かっていたけど、守備陣が持ち前の堅守を実力通りに発揮してくれたうのゼロだと思っているという。はい。いや、ほんとおっしゃる通りですね。ワイアットマーク、アビスパさん。10点。苦手な日産、難敵マリノスにうのゼロ勝利、クリーンシート。最高以外の言葉が見つからないという。これ以上の結果ないですよね。ウィンさん。9点。29年かかった勝利。いや、29年かかった勝利ってやばくないですか。ねえ、いや、すごい話です。29年か。耐えに耐えてクリーンシート。アビスパらしく勝った。
セカンドトレーンで攻撃時間少なかったのは次に向けて9点。はい。まあ、前向きな9点ということですかね。めぐみんさん、10点。金ジェイ、宇野ゼロ、アウェー勝利。その上で暫定単独首位。井上の素晴らしいサイドチェンジ。田代の積極的攻撃参加。奈良キャプテンの魂込めたブロック。長石のスーパーセーブ。これでとなる4人がそれぞれ素晴らしいところを見せたからこそ、宇野ゼロは達成されました。シーズンが終わってからもこの順位にいたいです。シーズンが終わってからも1位でいたいというめぐみんさんの熱いコメントでした。チェロさん、10点。マリノス相手にアウェー初勝利。テレビの前で泣きながら見てました。本当に素晴らしい。ありがとうございました。まあ、それくらいね、この横浜 F マリノスへの勝利というのはアビスパサポーターにとってはでっかい出来事だったということですね。川崎さん、9点。とにかく勝てたから、最後の全員での守備はすごい。ヒヤヒヤものでしたということでした。ハさん、10点、宇野ゼロ、どんな形でも宇野ゼロを最大限称賛できる良きクラブとのサポーター、日産スタジアム初勝利、ウィナー当選、ウィナー当選、今日はいいことづくめだったので10点、いやー、すごいですね、ウィナー当選。ね、この、もう、一度もね、勝ったことがないという、横浜 F ・マリノス戦、このアウェーの横浜戦で、まあ、このね、1-0 で勝つっていうふうにこう、ね、投票したっていうのは、かっこいいですよね。はい。いやー、素晴らしいと思います。ボブママさん、10点、アウェーマリノス戦初勝利、またまた歴史を塗り替えました。昨シーズンダブル食らったチームに勝つって、目標を早くも2節目で1つクリア。長谷部アビスパ、またまだ成長中で楽しいですという、はい。まだまだ成長していきますよ。まだ2試合目ですからね。今年のアビスパ、どんどん良くなっていくはずです。アビマリン8号さん、10点、アウェーのマリノス戦を勝利で終えたこと、ボロボロな芝と雨の中、最後まで走り抜いて戦ったこと、スコア以上の価値があると思ったためという、はい。まあ、このね、1対0で横浜 F マリノス勝ったこと以上にこの芝と雨の中最後まで走ったことが、ね、価値があるという感じでした。ラブリーオーノさん、9点、アウェーで横浜マリノスに初勝利、ほぼ開幕と同じメンバーでの勝利は素晴らしいと思います。数年前にアビスパ福岡がベストメンバーが決めずに川崎フロンターレに勝利したのと重なりましたという、はい。まあ、決してねベストメンバーが揃わなくてもね、アビスパらしさを見せれば勝つことができるということですね。そして問2、今日の MVP は誰ですかという、質問なんですけれども、このような結果になっております。やはりですね、このゴールを決めた今野選手が MVP ということになりまして、そのアシストを決めたね、茂美選手が2位ということ。そしてクリーンシート達成の長石選手が3位という、もう納得の結果になっております。はい。そして、4位がですね、この岩崎優斗選手ですね。いや、もうこの2試合でめちゃめちゃ株上げてるんじゃないでしょうか。大輔さん、走行距離14キロ、やばいですね。スプリント数27回はすごすぎる。あとはゴールだけという、ゴールも時間の問題じゃないですかね。ウィンさん、コンちゃんにと思いましたが、攻撃に守備にピッチを走り回り、14キロオーバー27スプリント、サイドでのデュエル勝率高かったことでピンチを防いだ、シュートチャンスは少なかったけど守備で超貢献したという、はい、いや、しっかりね評価されてます。キングタニシさん、驚異の走行距離14キロ、雨の横国の荒れたピッチを走り回った、2度多い3度多い当たり前、今年の守備のキーマンはゴールキーパーやディフェンダーではなくフォワードの岩崎優斗という、いやなるほどね。いや、この岩崎選手の守備というところもね、今後あの注目してね見ていくとね面白いでしょうね。はい。そして第3位が、クリーンシード達成長石匠選手でございます。50代女性、サポーター歴21年から25年、ダゾン完成の方、何度も危ない場面で体を張ってクリーンシートを達成した。もちろん守備陣との連携あってのことだけど、最後に長石がいるという信頼関係あってこそのクリーンシートを達成だと思うという。はい。いや、ほんとそうですよね。めぐみんさん、時には弾き返し、時には大事に止めて、雨天というコンディションでもしっかりとゴールを守る長石がいるからこそ、無失点という最高の結果がもたらされました。無失点のヒーローです。ね。いや、今年もね、長石選手、安心して見てられますね。ハさん、昨日のテレビの取材で勝ってもお立ち台に呼ばれんって嘆き気をしちゃったけん、お情けではなく今日はチームを救ったと思ったからということで、まあ、長井選手ね、あのどんなに活躍してもなかなかお立ち台には呼ばれないという、まあ、そういうね、どうしてもゴールを決めた選手にね、こうお立ち台っていうのはね、こう呼ばれてしまうと思うので、まあ、この少なくともね、この YouTube では長井選手のね、こう功績をね称えられたらいいなと思います。はい。まあ、第3位ということでした。そして第2位が、茂美正人選手ですね。アソスクエアさん、毎試合たくましく成長していると感じます。守備でちょっとしたミスもありますが、それにあまりある攻撃での大活躍、とんでもない選手になりそうな予感という、ね、いやいや、もうすでにこの2試合でめちゃくちゃ評価上がってるし、ファンも相当増えてるんじゃないでしょうか。
40代男性サポーター歴21年から25年、ダゾン観戦の方。得点につながったラストパスも良かった。ボランチと前とのコンビネーションもかなり良かった。入り口が抜けた穴は大きいと思いましたが、それを感じさせない働きっぷり。そのポテンシャルは単純にすごいということで。もうこの2試合目にしてね、この入り口の穴を感じさせない働きっぷりってもう、しげみ選手に言われてますよ。ねえ、いや、これすごいことだと思います。ね、松岡選手よりしげみ選手の印象が強いという、はい、もうこういう状況になるなんて思わなかったですよね。ワイアットマークアビスパさん。勝利を決めるアシスト、攻守にわたって中盤を支配、大卒ルーキーとは思えない活躍ぶり、文句なしの影の MVP ということで、はい、しげみ選手、これからもね、大期待です。ボブママさん、コンちゃんに票が集まりそうだけど、昨シーズンアウェーマリノス戦でのリーグ戦デビューの悔しさをプロ選手として晴らしたしげみ君にご褒美1票ですということで、はい、しげみ選手もね、しっかり票が集まっておりました。ラブリーオーノさん、攻守において非常に効いていたかと思います。どんどん化けていってる。特にアシスト前の飛び出しが見事で、よく今野選手を見れてて、ズバッと速いパスは気持ちよかったです。ということで。しげみ選手ね、どんどんサポーターからのね、視線も熱くなってきてますよ。匿名希望の方、アシストの場面、今野が見えてるけど狭くて出せないってなりがちだと思うけど、確かな技術によってもたらされた素晴らしいパスでしたと。ね、あの場面でしっかりとパスを通したっていうね、まあ、しげみ選手のこのテクニック、素晴らしかったですね。そして第1位、そんな重藤選手のパスを受けてしっかりと決め切った今野和也選手です。いや本当に値千金のゴールでした。霞翔さん、待望の今季初ゴール。いや本当そうですね。チェロさん、アビスパの歴史をまた一つの理解で素晴らしいゴールでした。今日の攻撃は全て今野選手からだったと思いますということで、攻撃の起点としてもね、今野選手は活躍しましたので、いやかなりこの試合での貢献度大きかったんじゃないかと思います。アビマニン8号さん、ゴールもそうですが、動き出しや立ち位置を工夫しているように見えました。特にゴールした時のシュートを放った位置は、昨シーズンだと山岸選手が陣取っていたような記憶があり、湯沢選手のクロスに反応してゴールしていたような気がします。その役割を今年は今野選手が担っているとすると、2桁ゴールは見れるのかなということで、この今野選手のゴールで今年2桁いくんじゃないかという期待も、ね、膨らみましたよね。医療従事者安さん、攻撃の起点、今シーズンアビスパの初得点、歴史を乗り換えた得点ということでした。北九州の浦さん、少ないチャンスを決め切ったから本当にスカッとする一撃でした。いや本当そうですよね。もう何回もリプレイで見ちゃいました。アビフットさん、しげみのアシストも良かったけど、10ババのナンパよく決めたという、ね、競馬好きなんですかね。はい、いやババって、はい、いやいや本当にね、まあ本当アシストも良かったんですけど、やっぱあそこでしっかりと決めたということがね、大きかったんじゃないかなと思います。はい、さあ、そんなね、素晴らしい今日の試合なんですけれども、今日の思い出は何ですかっていうね、もうそんなの試合に勝ったこと以外ないだろうって言いたくもなると思うんですが、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。キヨさん、得点シーンでギャーと叫んで旦那とハイタッチしたら、こたつで寝ていた猫がびっくりして起きてきましたっていう、はい。いや、漫画みたいなシーンですけれども、いや、愉快な家庭で羨ましいですね。はい。かすみしょうさん、天気予報は晴れだったのに土砂降りになったこと、あ、晴れだったんですね。めっちゃ雨降ってましたけど。あ、そうでしたか。そんな中での阿部勝利、濡れたのも許しますという。はい。許してください。アビフットさん、孫娘5歳から LINE 音声で、こんながおらんかったら負け取ったバイトのお言葉をいただきました。5歳そんなこと言うんですか。英才教育やばすぎません。いや、めちゃめちゃいい、ね、ロケットスタートで阿部サポに、ね、なっていってますね。すごい勢いで訓練されてる。はい。いや、将来有望な、ね、お孫さんをお持ちで、ね。いや、幸せですね。ハサ、しげみのプレーにエロってテレビの前でつぶやきまくった90分でした。はい。いや、山岸選手にね、よく去年までエロエロと言ってましたけれども、今年はしげみ選手にね、エロいと言っていくっていうことなんですかね。はい。いやいや、このね、あまりにもプレーが魅力的で感動的だからってことでね、よくプレーがエロいっていうコメント、僕の YouTube にもね、届きますよ。アビマリン8号さん、アウェーのマリノスに勝てたことが一番の思い出ですが、試合終了直後のチャンピオンネのちゃんとはちょっと応援団のセンスを疑いました。いつまでもチャンピオンネタをこするのかと。ただ奈良キャプテンが言ってくれてたように、シーズンここから今年もたくさんいい試合を見たいので精一杯応援していきますという。試合が終わった後でね、もうまあこのめちゃくちゃね、こう長いこと横浜で勝ててなかった思いを持ってる人ほどね、おそらくこの勝利は浮かれると思うんですけれども、もうあまりにも嬉しくて、まあ、カンピオーネっていうね、ちゃんと歌ったと、その優勝したチームが歌うような歌、ね。カンピオーネ、カンピオーネってやつですかね。はい。それを歌っ
ってたのを奈選手が見つけて、いや、ちょっと、それはないでしょう、やめてっていうアクションを、ね、して、やめたっていう。で、そのままね、奈選手からも、いや、まだね、カンピョーネ歌う時期じゃないから、みたいな、そういったね、ふうに差し舐められたということが、いや、なんか、まあ、微笑ましい光景ですよね。はい。まあ、サポーターからしたら、まあ、それくらい嬉しかったということですよ。ね。もう、周りから、じゃ違うだろうって言われても関係ないぐらい、もう浮かれてたということで。まあまあ、その気持ちもね、まあ、分かっていいのかなと思います。まあ、ただ、奈選手がしっかりとね、そこをやめてっていうのも素晴らしいし、はい。まあまあ、ね。もう、微笑ましい出来事として、はい、受け止めていいんじゃないかなと思います。で、麻生スクエアさん。いつも心強い関東アビサポ、その中に今年の1月に神奈川に転勤になった先輩サポーターがいます。雨の中必死で勝ちを掴んでくれました。全国にアビスパの仲間が広がっています。次はホームエススタで私たちが後押ししましょうということで、次ね、3月9日ね、湘南戦ありますから、またその試合でね、後押しできればなと思います。ウィンさん、ウェリントンが交代なく完走したこと、ヘディングシュート2回のうち1回得点となってほしかった。昨年よりパワーアップした感じすると。このウェリントン選手がね、先発で出るときは大体途中で交代するんですけれども、まあ、今日に関しては全部ね、フル出場したということで、これはまた価値がありますよね。ウェリントン選手すごいですね。40代男性、サポーター歴26年以上、ダゾンカーズの方、お友達とスポーツバーで飲んで勝って最高でしたよということで、めちゃめちゃ羨ましい。ね。いや、今日スポーツバーで見れたの超良かったでしょうね。いや、おめでとうございました。キング谷さん。コンちゃん渾身のコンポーズ。あと MVP には選べてないのですが、前島優太選手。泥臭くかつ頭脳的。中に入ってもワイドでも繋ぎのパスもラストパスも攻撃も守備も何でもできちゃう。さらに進化しちゃってるのが非常に印象的でしたということで。やっぱ前島選手のプレー安定してますね。医療従事者安さん。シーズン前には去年のようにやれるのか心配で仕方なかったのが、今年もやれると思わせてくれました。2023年10月28日の0対4も払拭された気持ちですという。はい、4-0 のね。もう本当に2万人プロジェクトって言って集めた結果の 4-0 ということでね、もう唖然呆然でしたけれども、まああの時の屈辱感がね、少し晴れたのかなという気もします。ラブリー大野さん、家族みんなで見てて、両サイが近藤選手の得点シーンで興奮して飲んでいたビールをぶちまいたことです。まあ気持ちいいシュートでしたもんねということで、いやー本当ね、いい思い出になりましたね。めぐみさん、思い出というか、今日の試合で何度か田代がいい攻撃参加を見せていて、敵陣での田代の動き方がもしかしたら今年のアビスパにおいて大きな戦術のスパイスとなるのではないか、相手にとって脅威となるのではないかと感じましたということで。まあ今年どんな風に点を取るのかっていうのはね、こう皆さん心配しているところですけれども、まあそのね、一つとして、田代選手の攻撃参加みたいなのはね、一つスパイスになってるのかなという。いや、それはね、もう今後も注目ですよね。チェロさん、暫定ですが、週に立ったことです。思わずスクショして保存しました。こんな日が来るなんて。まあ、2試合目ですけどね。2試合目で、しかも、周りのチームまだ2試合目やってないですから。はい。1試合しか来てないチームいっぱいいる中での1位ですからね。気が早いのは重々承知です。来週は別スタに応援に行きますよ。はい。ね。ぜひ、僕も来週別スタに応援に行く予定ではあるので、はい。ぜひ、一緒に応援しましょう。匿名希望さん。近所は仕事をいかに定時で終わらせるかの戦いもある。いつもはほとんどないのに、こんな日に限って直前にマイクも仕事。明日の自分にぶん投げて、急いで帰りましたという、はい、ことでした。いや、なんかいいね、この近所を表したね、いいコメントだなと思います。なんかまるで CM みたいですよね。明日の自分にぶん投げて、急いで帰った。J リーグ開幕みたいなね、はい、感じ。いやいや、ね、今日もみんなご機嫌ですよ。はい。いや、勝ってよかったですね。そして、大塚への気になるメッセージ、まあ、アンケートで僕へのメッセージも集めておりまして、なかなかね、返信をすることができないので、ちょっと気になったなっていうメッセージには返信をしていこうと思います。高一さん、MVP は今度とは限りませんよ。奈良キャプテンや長石も食い込んでくると思いますという、はい。僕はツイッターでね、ちょっと嬉しすぎて興奮しちゃって、いや、MVP どうせ今度なんだろうけど、まあ、アンケート取りますみたいなことつぶやいちゃって、はい。それに対する反発という。まあ、結局、まあ、今野選手が MVP だったんですが、はい。まあ、すごい僅差でしたね。はい。あんな風に言わない方が良かったな、と。はい。反省しております。はい。もうみんな浮かれてね、出現しちゃってるっていう。北九州の浦さん。いつも動画が更新されるのを楽しみにしてます。いや、ありがとうございます。アンケートの集約、動画編集大変だと思いますが、頑張ってください。はい。いや、ほんとね。もう今、夜のね、1時50分なんですが、もう眠くて、もう、目ほとんど開いてない状態で喋ってます。はい。もうちょっと噛んだりとかしてるんですけど、はい。まあ、眠いんで、
ちょっとこの後編集しなきゃいけないんですけど、まあ、編集って言ってももうほぼ BGM 入れるだけなんですけどね。まあまあこうせっかくね金曜日にこう試合があって、土日皆さんにゆっくり見ていただけると思うんで急いであげようと思います。もうほんと試合後すぐにね上げると再生がよく回りますんで、はい、ちょっとね頑張らないといけない、頑張ろうと思います。麻生スクエアさん、いつも動画作成ありがとうございます。スタジアムでお見かけしたら声をかけていいですか。あ、もちろんもちろん、はい、全然あのそういったこともあるだろうと思ってますから、はい、ね、見かけたらぜひお声かけくださいませ。はい、こうねスタジアムでジローってこう見られたりとか、まあ、よくあるんですけれども、はい、あの全然声かけて大丈夫なので、もうね見られてるって気づいてますから、はい、ね、こうすれ違うそのこうね、すれ違う遠い時はあっち向いてるのに、このすれ違う直前だけ目をギョロッと見てまた去っていくみたいなね、もうこれあるあるなんですけど、ネススターあるあるなんですけど、全然声かけてます、はい。で、結構この気になるメッセージのところで、まあ、あの時私隣にいましたとかね、あの時私後ろに座ってましたみたいなコメントもらうんですけど、まあ、それもそれでなんかちょっと気味が悪いんで、もうそこまで思ったら声かけていただいて、はい。ね。で、まあ、声かけれなかったら、ね、ちょっと気味悪いんで、言わなくていいですよ、メッセージで。あの日隣にいましたとか、あの日後ろにいましたって、こう、後から明かされるの結構ね、落ち着かないじゃないですか。この今誰も声かけてないけど、周りの人は、あ、大塚さんがいるねって思いながら、こう、いるのかなとか思っちゃうんで、はい。もう別に思ってていいんですけど、僕にそれ伝えなくていい。はい。で、もう本当、声かけてください。気になるんだったら。で、もう、その時に声かけられなかったら、もう僕にそれを報告しなくて大丈夫です。はい。ね。まあ、別に何だっていいんですけどね。はい。まあ、好きにやってもらっていいんですけど。はい。ああ、眠い。めぐみんさん。カンピオーネスタジアムで歌うほど浮かれてはいけませんが、試合に対して気を引き締めつつも、まだまだ星を掴んだことには浮かれ続けていてほしいですと。そしてこれからマビスのためによろしくお願いします。ね。いやいや、まあ、サポーターは浮かれていいんじゃないですかね。はい。まあ、あそこで、カンピオーネを歌うっていうのはもしかするとちょっとね良くない行為だったのかもしれないんですが、まあまあね、怒られても歌ってたらダメですけど、まあまあちょっと歌って怒られたぐらいは笑って許してあげていいんじゃないかなと思いますし、はい、サポーターは浮かれていいんじゃないかなと思います。まあそれサポーター浮かれないとね、ね、サポーターは本当お客さんですから、はい、浮かれて勝利したら喜んでやった優勝って言ってていいですよ。はい、でね、試合はまた一生懸命応援してっていうね、はい、感じでいいんじゃないかなと思います。ウィンさん、シーズン開幕早々に新たなる歴史の1ページを刻んだ、今年もいいこと起こりそうなんで、ホームを集客アップするよう盛り上げていきましょうと。僕の YouTube は本当に、ライトサポーターの方がですね、こう沼に入っていく手助けみたいなことができたらなと思ってます。で、こう皆さんのようなベテランサポーターですねの方々がどんな目線で試合を楽しんでるのかみたいな空気感をお伝えしてですね、まあ、それをライトな方にもこうお伝えして、でそれを知った上で試合を見るとね、またこうね深く見ることができて、僕実際これの YouTube をやってることですごい助かってるんですよ。僕サッカーわからないんですけど、まあ、こうやってサポーターの皆さんの意見に直接触れて、それを見た上でこうね観戦するときにね、注目した方がいいポイントとか、ね、例えば先ほどの田代選手が攻撃参加してる部分が見どころだよっていうふうなこととか、僕ね、見ててもよくわかんないんで、あ、そうなんだと思って今後見れますから、そうするとね、また深みが出て面白いんで、まあ、この YouTube ね、本当にこれから見出した方がね、見て、へえ、そういう見方あるんだと思って、また次の試合を見ると。まあ、そうなるとすごいハマり込んでいけると思うので、ぜひともね、ライトの方にもおすすめですし、まあ、コアなサポーターの方もね、こう、アビスパのサポーターが、他のサポーターがどんなこと考えてるかなとかを、こう、楽しみながらね、見ていただけるといいのかなと思います。今シーズンぜひ、はい、ちょっと本当に頑張っていきますので、よろしくお願いします。ボブママさん、マリノス戦後の喜びの配信楽しみに待ってます。はい、ありがとうございます。これも見てくれてるかな。まだシーズン始まったばかりですが、勝った時は大いに浮かれましょうという、はい、浮かれる派ですね。はい、いや、浮かれていいと思いますよ。はい。別にね、スタジアムじゃなかったらカンピオーネ歌っていいですから。家とかね。
飲み屋さんとかでカンピオーネ歌いましょう。毎回歌っていいんじゃないですか、家とか飲み屋だったら。ワイヤットマークアビスパさん、大塚さんにも欲しいよと、はい、言いますか、はい、いや、ありがとうございます。あのワイヤットマークアビスパさんから星をいただいたというね、こんなの何本あってもいいですからね。50代女性サポーター歴21年から25年の方、 TMG 本当ならめっちゃ楽しみなんですけどって、全然関係ない話なんですが、ね、ツイッターで僕がつぶやいたあのビーズのね、松本隆弘さんのソログループのね、あのタック松本グループっていうね、あの鬼ダサいグループ名の、はい、バンドがあるんですが、はい、あの他の洋楽のねロックバンドのベーシストとかボーカリストとか集めたスーパーバンドなんですけれどもね、おそらく MSG マイケルシェンカーグループってまた別のバンドがあるんですが、それをもじってね TMG って、まあ、その由来聞いてもダサいのはダサいんですけど、はい、まあただ楽曲はねめっちゃかっこいいっていう、はい、ハードロックなんですけどね、はい、まあ、古臭いっちゃ古臭いんですけど、まあ、僕は好きなんですが、はい、その骨太ハードロックを聴かせてくれる TMG が20年ぶりに復活するかもしれないという音楽の記事が出てまして、それを読んでね、あの反応してくださったということでした。はい、ね、こういう気になるメッセージ、はい、あの僕へのメッセージの部分もですね、こうやって YouTube で紹介していきますので、よかったらいろいろコメントしてみてください。そして、次の試合なんですが、3月9日の土曜日、アビスパ福岡対湘南ベルマーレということで、15時キックオフで、はい、ホームの試合ですね。テレビ西日本で中継があるということなので、テレビの方でも楽しんでもらうといいのかなと思いますが、次の試合でどれぐらい来るかっていうのが結構ね、今年の入場者数を占うんじゃないかなと思って、僕は密かに注目しております。はい、3月9日どれぐらい来るのかね、1万人超えるのか超えないのかね、ちょっと注目して見ていきたいと思います。6000人とかだったら安っね。はい、そして、株式会社中身の宣伝をさせてください。ウェブの中身を考える会社です。株式会社中身はウェブコンテンツの制作会社です。ウェブ記事の執筆やオンドメディアの運営を行っております。ホームページで集客したいね、そういった方とかですね、クラウドファンディングしたいよとか、ウェブサイトに載せる文章をね、もっと洗練させたいよっていう方、ぜひとも一度話しましょう。はい。ね、忙しそうに見えるかもしれないんですが、はい。すごい手が余ってますので、はい。いろいろ、ご相談お待ちしております。そんな中ですね、もう全く会社に余裕ないのに、2024年もアビスパサポートファミリーでございます。はい、そんなね、もちろんそんな多額ではないんですけれども、少しでもアビスパのためになれればと思って、サポートファミリーやっておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、もう眠いけど、はい、これから編集して、朝で、ね、朝起きたら出てますみたいな感じにできるように頑張りたいと思います。それではさようなら。福岡の福岡の福岡のベススタニベススタニアビスパアビスパ福岡を福岡を見に行こう見に行こう。